習近平が本格的に焦り出す。中国に日本を恨む教育はないと発信。今回は中国、深圳で発生した事件に対する中国国内の反応についてお話しします。先日、このチャンネルでも取り上げたように、中国、深圳での事件は許されざるものであり、被害者に改めて哀悼の意を表します。この事件に関して、中国政府は未だに犯人の動機を明らかにしておらず、6月に江蘇省蘇州市で起こった事件と同様に詳細は伏せられたままです。動機が公表されないために、これが反日思想によるものであると断定するのは早計かもしれませんが、逆に言えば動機が明かされないこと自体が、何か日本に関連する、表に出せない理由がある可能性を示唆しているとも言えます。実際、中国本土で起こる様々な問題や SNS で広がる映像を見る限り、反日思想が少かなからず関わっている可能性は高いと言えます。これは習近平国家主席が推進してきた反日運動の暴走が招いた結果であり、中国共産党の政策が根底にあることを見逃してはなりません。今回の事件は世界中で報道されており、習近平国家主席もかなり焦っているようです。というのも、中国は昨年、海外からの直接投資が 82% も減少しており、これまで海外からの投資で成長してきた国内経済が大きな危機に直面しているからです。中国政府は、開かれた市場であると国際社会に繰り返しアピールしてきましたが、今回の事件がこのタイミングで発生したことで、国際社会の中国離れがさらに加速することが予測されています。今回は、習近平政権がこれまで推進してきた反日運動と中国の動きについて詳しく見ていきたいと思います。さて、振り返ってみると、習近平政権が誕生する前の中国は、反日的な動きがここまで露骨ではありませんでした。中国人が日本のアニメを愛する姿が印象的であり、中国共産党の支配が絶対的という感じでもありませんでした。しかし、大きな転換点の一つは、2012年8月15日、マカオの活動家が尖閣諸島に上陸し、台北強制送還されたことです。この出来事がきっかけで、中国全土で反日デモが展開されました。さらに、9月10日に日本政府が尖閣諸島を国有化することを閣議決定すると、デモはますます過激化しました。日本企業への襲撃や放火、日本製品の不買運動など、事態は手がつけられないほどになりました。特に、デモ隊の怒りが中国政府にも向けられたことは重要です。というのも、デモを呼びかけているデモ隊のスマホやパソコンの部品がほとんど日本製であったからです。これが中国民族のプライドを傷つけ、結果として中国政府への批判が広がりました。こうした混乱の中で誕生したのが、習近平政権です。彼は、2012年11月に開催された第18回党大会で総書記となり、2013年には9月3日を、抗日戦争勝利記念日12月13日を、南京大虐殺受難者哀悼記念日と制定しました。さらに、2014年には9月30日を、革命烈士記念日とすることを決定し、中国共産党こそが抗日戦争を戦った英雄であるというスローガンを掲げました。その後、2015年には、中国製造2025というハイテク国家戦略を発表し、インターネットの普及とともに反日感情を煽る流れが加速しました。例えば、靖国神社に対する落書き事件や、日本人学校への嫌がらせなど、過激な反日行動が増えました。また、中国では日本のアニメや漫画、コスプレが人気を集める一方で、共産党は中国産のアニメやドラマの制作を奨励し、日本への対抗姿勢を強めました。このような状況が続く中で、地方政府の幹部ですら SNS で日本に対してなら問題ない。それが我々のするべきことだ、といった過激な発言をするに至っています。これは、反日教育が人間性を歪めてしまっている証拠とも言えるでしょう。中国共産党は、反日感情を利用して国民の不満を外国に向けさせ、国内の統制を強めています。これは、中国共産党が崩壊すれば中華人民共和国そのものが消滅してしまうことを避けるための手段です。こうした背景の中で発生した深圳の事件に対して、
中国政府は9月18日に現在捜査中であり、外国人の安全確保に努めていると発表しましたが、翌日には、これは個別の事件であり、日中の関係に影響を与えるものではないと説明しています。さらに、23日には、反日教育は存在しないと発言し、24日には、日本がこの事件を政治問題化すべきではないと主張しています。しかし、日本政府はこの問題を軽視することなく、事実関係の解明と再発防止を中国に求めています。日本人の命を守ることは、国家の使命であり、上川外務大臣も中国外務省に対して強く抗議を行いましたが、中国側は、個別事案であるとの立場を崩していません。中国に対する反日思想の危険性は今や明白です。冷静に考えれば、それがどれほど理性的でないか理解できます。加えて、中国では、反スパイ法という曖昧な法律が存在し、これにより日本人が拘束される事例が起きています。例えば、空港での撮影だけで拘束されかねないという状況は、非常に危険だと言えます。この点において、中国の動画アプリを運営する企業が、日中関係を煽る内容を流しているアカウントを停止する措置を取ったことは評価できます。しかし、これは一時的な対応であり、根本的な解決には至っていないことは明らかです。中国社会がどのような姿であるか、そして反日教育が引き起こす影響について、世界はすでに知るところとなっています。にもかかわらず、習近平政権は、中国は安全で、開かれた市場であると主張し続けています。しかし、実際のところ、世界各国や日本企業が中国からの脱却を急速に進めているのは、もはや避けられない流れとなっています。これまでの中国離れの背景には、サプライチェーンの中国依存や、知的財産権の保護問題、共産党によるゼロコロナ政策などが影響していました。しかし、今後は社員やその家族の安全を守るためという切実な理由から、脱中国の動きが加速していくことが予想されます。中国への出張を避けるために就職先を選んだり、すでに勤めている企業を辞める人々が増えるでしょう。こうした流れの中で、企業がどのような判断を下すべきかは、誰の目にも明らかです。一部では、中国経済が良かった過去であれば、こうした事件は起こらなかったのではないかという意見も聞かれますが、これは本質を見誤っています。実は、中国では将来に絶望した人々が重大な事件を引き起こすことが頻繁に起きています。人口が多く、経済的に困窮している人が多いため、このような事件はさらに増える傾向にあります。しかし、問題の根源はやはり反日教育にあります。中国共産党が国家ぐるみで反日教育を完全に消し去らない限り、この状況は改善しないでしょう。そして、もし改善されるとしても、それには非常に長い年月が必要です。それでも、私が伝えたいのは、こうした反日思想を持っている中国人は一部に過ぎないということです。私には中国人の友人や知人がいますが、彼らは素晴らしい人格者です。新鮮の現場で多くの花を捧げている中国人も数多くいます。日本に観光に来る多くの中国人は、日本に興味を持ち、訪れてくれています。もちろん、マナーが悪い観光客もいますが、それも一部に過ぎないのです。この問題の本質は、中国共産党の政策にあるということを忘れてはなりません。我々日本人は、中国の反日思想を反面教師にし、何もしていない中国人に対して敵意を向けることは絶対に避けるべきです。日本は外国人にとって安全な国であり、これは日本人が昔から培ってきた精神や価値観によるものです。この尊い価値観を大切にし、守り続けていきましょう。ネット上で反日拡大も不適切投稿即削除の中国政府は記号黙認記号男児視察事件は日本標的の可能性、SNS 上で煽られたか。中国広東省福祉で18日朝、日本人学校に登校中の男子児童、10が男に刺された。現地の当局者によると、男は鋭利な刃物で男児の腹部を複数回刺し、刃物は肝臓を貫通した。
男児は近くの病院に運ばれて集中治療室 ICU で治療を受けたが、出血多量で19日未明に死亡した。深市は20日、地元警察の捜査結果を発表した。男は44歳の姦族で定職はなく、2019年に公共の秩序を乱す事件を起こすなど、複数の前科があるという。男は調べに対し、男児を刺したことを認めている。警察は、単独犯で偶発的な事件だったと強調し、日本人を狙った事件ではないことを示唆した。しかし、日本をターゲットにした可能性が高いと筆者は見ている。事件が起きた18日は93年前、満州、現在の中国東北部の柳条湖付近、遼寧省瀋陽市近郊で、関東軍が南満州鉄道の線路を爆破する事件が起きた。中国では、国辱の日とされ、反日感情が最も高まる日だからだ。さらに最近、中国の SNS 上では、日本人への差別的な投稿が増えている。特に日本人学校には、日本政府のスパイ養成学校や疎開などと根拠のない書き込みが目立つ。インフルエンサーが日本人学校の校舎内や登下校する児童を盗撮する動画が人気を集めたりもしている。こうした投稿を鵜呑みにした中国人による、各地の日本人学校への投石などの嫌がらせも相次いでいる。中国政府は SNS を厳しく監視しており、不適切な投稿はすぐ削除される。にもかかわらず、日本に関する事実無根な書き込みが放置されているのは、中国政府が事実上黙認していると言ってもいい。今年6月には中国江蘇省蘇州で日本人学校のスクールバスが、刃物を持った男に襲われ、日本人親子が怪我をする事件が起きている。日本人学校関係者が相次いで襲撃される事件が起きていることは、SNS 上で煽られた言説とは無関係とは言えないだろう。中国では、2005年と10年、12年と反日デモが起きている。筆者も北京特派員時代、デモ隊に混じって取材したことがある。緊張感はほとんどなく、参加者は大型バスで現場に乗りつけていた。デモ後は、ベニホーと呼ばれる赤い袋に入った謝金を受け取っている場面を何度も目撃した。いわば政府が動員した、官製デモだったのだ。今回の事件については、政府が関与していた可能性はほぼないだろう。むしろ江沢民政権が1990年代に始めた愛国教育により煽られた反日感情がきっかけになったと見ている。それが SNS が触媒となって燃え広がり、政府もコントロールできなくなっているのが現状だろう。中国において日本人学校を狙った類似の事件が起こる可能性を強く懸念している。日本政府は事件の真相解明を中国政府に求めるとともに、SNS 上の反日的な投稿の削除を強く求めるべきだ。そして、外務省が出す渡航滞在の危険情報についても、中国は現在、新疆ウイグル、チベット領事地区を除き、レベル0となっている。この危険情報の引き上げも検討するときだ。個人的には、中国への進出日本企業は撤退をしてほしいが、簡単に撤退はできないのもわかる。しかしこのままでは、次の日本人被害者が出る可能性が高いと思っている。したがって日本人駐在員もできるだけ少なくし、駐在員を出張ベースに変えるとか、家族はなるべく行かないようにするとか、少しずつでも関係を小さくしてほしい。新たに別の国への移動等も検討してほしいです。